いいだろう。もう少し耐える必要があるようだ。奴らと違ってお前の中の精魂は巧妙に隠されている。しかも違う人間によって違う形で違う方向に導かれていた。はっ、お前は愛されているようだ、デュランダル。司教がお前をここに送ったのは、お前の手で長い間ここに満ちていた空間を対抗崩壊させ、自分の目標のための最後の道を切り開かせるためか。しかし精魂の中に秘められた悲願は絶対だ。それを背負う者は自身の意志とは関係なく、いつか宿命を迎える。あるいは、ここが浮遊島、天命本部の中枢。さあ行きますよ、バルキリーの加入試験の会場へ。もう準備はできてます。ちょっと後ろに気をつけてください。あ、すみません、あの、案内が必要でしょうか。案内？そうですね、お願いします。 A51 エリアに行きたいのですが、行き方はわかりますか？バルキリーの加入試験、そうでしょうか。この先を右に曲がって通路に沿ってまっすぐ歩けば、左側に A51 エリアがあります。ありがとうございます。どういたしまして。待ってください。何ですか？まだ用事があるんですか？こちらは左、あちらが右です。方向を間違えてますよ。どちらが右か、もちろん分かってます。少し見て回りたいと思っただけです。差し支えなければ A51 エリアまでご一緒しますが、いかがでしょうか。ちょうど A52 エリアに用事がありまして、その隣ですから。ついでですし、さすがについてこないでとは言えません。では行きましょうか。ところで、あまり緊張していませんね。2年前、私がバルキリーの加入試験を受けた時は、緊張しすぎて言葉もうまく話せませんでした。大げさなのでは？ただのテストですよね。家族の期待を裏切りたくなかったんです。店を放って、イギリスからわざわざここまで付き合ってくれたので。なるほど。そう言われると、私は災い転じて福となすという境遇なのかもしれません。何せ記憶がある時から一人なのですから。申し訳ありません、まさかそういったお話になるとは思いませんでした。いいんです、自分の世話ができればこの世界で暮らすには何の問題もありません。それなら他人を羨む必要はないでしょ。それに、あ、 A51 もう着いたんですね。ええ、そんなに離れてませんから。ではテストがうまくいくことを願っております。未来のバルキリー様。様は必要ありません。でもありがとうございました。あなたとお話しするのは結構楽しかったです。では、これは彼女との出会い。当時はまだ互いのことを知りませんでしたが、運命はとても不思議なもので、漁師の海での任務が私たちをつないでくれました。それから私たちは一緒に S 級バルキリーになり、不朽なる刃を作り、思い返せば知らないうちにこんなに遠くまで来ていたのですね。その後仲のいい友人にもなったのよね。ええ、あれがバルキリーとしての人生の始まりでした。最初は少しめちゃくちゃでしたが、とても懐かしい思い出です。待って、どうして声が変わったんですか？
バカですね。私たちはさっきの彼ではありませんよ。彼は私たちとは違って、ある人の意識が残した残影だから。囚われの日々の中で、あの人はずっと家族のことを思ってたわ。私たちは、その思いによって具現化された産物なの。彼の消耗はあまりにもひどく、自分自身の存在する形があなたとは違うことにも気づいてなかったんです。だけど、彼は無意識に私たちをここに送ってくれた。彼の代わりに、あなたの旅について行ってほしいと思ったからかもしれないわね。つまり、あなたたちも彼も、簡単に言うと、誰かの記憶から生まれたものなんですか？ええ。ここは虚数空間が絡み合う隙間。彼が何度も自分自身に挑み、何度も失敗したせいで残った影なの。もちろん、あなたが現れたから、あなたのことも混ざってます。例えば、さっきの療養所とか。それって、私と彼の間に、もともと何らかのつながりがあるということですか？そうだよ。あんたが離れた元凶は、もともと彼の最後の記憶だった。あの家の再現だったけど。あなたが急に入ってきたから、その意識によって、周りの景色が療養所になったんです。虚数空間、意識による造物、記憶によって変化する。それって、私が今いるこの場所は、本当は誰かの精魂空間、ということでしょうか？そうとも言えますし、違うとも言えます。それは、ある呪われた家族、その血筋が始まりの時に残した印なんです。私たちも、残影に過ぎないから、知ってることは限られてるの。だから、亡くなった記憶のかけらを探し続けましょう。その発見が多いほど、私たちが思い出せる情報も多くなりますから。記憶の探索は始まったばかりかもしれないけど、私たちは彼の願い通り、あなたが元の世界に戻れるように協力するわ。ありがとうございます。私も彼が自由を手に入れられるように願ってます。ただ、なんというか、ある種の脅迫観念なんです。私が手を出したことが最高の結果にならなかったら、気分が沈んでしまう。はぁ、こういう自己分析は嫌になります。いい性格じゃないのは分かっています。5年後、10年後には、この性格のせいでつまらない人間になっているかもしれません。でも、これが私の知るただ一つの、自分を強くする方法なんです。強くならなきゃ。もっと、もっと。私の親族、師匠、同期のバルキリー、そのほとんどが、もうこの世にいません。一人一人の人生が、まるで何か世界を凌駕するものによって、紙のように簡単にバラバラにされてしまいました。そんなの嫌です。だから、あの人たちができなかったことも、ベストを尽くしたい。いいえ、実現できる方法を手に入れるまで、誰かの助け方ばかりを考えていても意味がありません。行動に移しましょう。急いで、ゲニウスの指針が指す方向で突破口を探すべきです。その通りだけど、この空間はとても広い。記憶のかけらに長時間触れていないと、
あなた自身の精神にも消えるリスクがあるわ。気をつけてよね、お姉さん。みんなの言う通りです。絶対迷子にならないでください。この記憶、読み取りはできないみたいです。